「ビオレ」「ネットを見ててもブログ書いても仕事をしてても何りない」「パソコンしながらネットラジオが楽しめる」「聴けるツールバー」詳しくは聴けるドットコム 皆さんベランダに置いているてめおこに水をあげてくださいさあということで「けん <laughs> とましたてめおこ」ポッドキャストが始まりましたというわけでね今週もおかしなこととなってましたがそちらのオンエアの方ちょっとだけ聞いてみましょうかこちらですあのー、実はですねこの間あの『ロンドンハーツ』という番組に出てきまして、まあ、どういう企画で出てきた出てきたのかと申しますと シルク姉さんがね、とうとういよいよ、こう、なんですかね、全国ネットの番組、ゴールデンの番組の、に見つかったというかね、シルク姉さん特集みたいなね、皆さんご存知ですかねシルク姉さん、荒引き団で、ビキニで腰振って踊ってる人なんですけども、簡単に言うたらね。<laughs> まあ、その人のエピソードを知る芸人が集めさせられて、ロンドンブーツの前で語ると。で、アツシはもちろん、その存在は知ってるけども、 絡んだことも接したこともないどんな人かわからないから教えてください、みたいな話で。ま、どんどんシルク姉さんのエピソードをみんなが語って、こんな人なんやねんや。何なん,なんですか、その人は。って、アツシはね、そういうスタンスで。で、お前、アツシ、シルク姉さん見くびるなよ、みたいな展開になってですね。誰やったかね、東野さんがね、お前見くびるなよ。ああ、見えてシルク姉さんはな、 もう何年もコンチャコンチャのアシスタント勤めてねえぞっていうね。確かにね。大阪でコンチャジェノサイダスのね、アシスタントシルク姉さんずっと勤めて。ああいう、なんて言うんですかね、発言した後、もう、もうええかにしなさいみたいな。うまく止めれる人なんですよ。それアシスタントの腕は、ほんと超一流みたいな。はい、わかりましたからもう、それはもうね、後で聞きますからって、一旦 CM 見てくださいみたいにうまくね、こう制御できる人なんですよ。まあ、淳が思いのほか食いついてしまってね。誰ですか、そのコンちゃんって。 やばいぞ、やばいぞ、みたいな。<laughs> 誰ですか、そのコンちゃんって。東さん、いや、あの、まあ、俺はちょっと関西はあんまおらへんから、健康パトク知ってるやろ、みたいな。<laughs> あ、はい、あのー、コ <laughs> ンちゃんっていうのは、あつしな、あのー、まあ、すごい昼のラジオずっと大阪で帯でやってたで、一番、まあ、ね、ほんまに人気あるんちゃうかな、みたいな。えなんですかど、どういうこと喋るんですかみたいな。あつしが、まあ、知らんがゆえの どんどんぐいぐいこんちゃんに興味を持って聞き出す。で、まあ、そうやな。まあ、少年犯罪を犯したら、まあ、連れてこいと。<laughs> 俺がボコボコにしちゃるみたいなこと言う人や、<laughs> みたいになって。何すかその人面白いじゃないですかみたいな言って。これね、あの、下手すりゃ、<laughs> ロンドンハーツでこ、こうちゃっ それはね、ちょっと俺も、なんとも言えないんですけども、まあ、スタッフの方があそこをね、落としてることを切願いますね、編集で、<laughs> <laughs> 編集でなんとかカットしてもらうことには、これ、本ちゃんが東京、それはね、もちろんいいんですけども、そういうスキルもある人ですから、このコーナー、バレて俺、しばかれるっていう <laughs>、<laughs> <laughs> いろいろね、あんうん、立ち込めていきました、こんちは、ジェノサイダス。 というわけで、<laughs> 続いてのコーナーこちらこんちは、ジェノサイダスさあ、というわけですね。ジェノサイダスにズバズバと切ってもらいましょうか。なんとかネット社会のこと言ってくれないもんですかね。<laughs> さあ、行きましょう。ラジオネーム、モンド。テレビで、オードリーを見たジェノサイダスさんが、おいオードリーのカスガとやら、お前お客さん待たせてゆっくり歩いてきてあげく、挨拶、トゥースってなんや 挨拶せお前みたいなまともに挨拶もできん若者がいるから少年犯罪がなくならんのやここ連れてこい俺が足折ったるって怒ってました <laughs> もう片っぽの足を折ると <laughs> <laughs> 機動力を奪うんですね春日のいやー大変ですね春日目つけられましたかジェノサイダスにさあいきましょうラジオネーム「ト様、ま」 ジェノサイダスが呼び込みのお兄さんに、おい三千円ポッキリってなんやなんで金払ったる、金払った上にポッキリ言わされなあかんねん <laughs> だいたいな、お前みたいな若造にポッキリされるほど落ちぶれてないかかってこいと言いながら店員さんに近づき、なあ、千円に負けてくれへんとお願いしていました。ジェノサイダスさん、ジェノサイダスちゃんはね、こんなとこ行かないです。もっと高尚な、ね。 例えばもうワインを、ね、こう、確かめながら飲むような、そういうところに行ってるはずです。ジェノサイダスちゃんは。さあ続きまして行きましょう。ラジオネーム、オレンジ。なんだこれドラゴンクエストって言うんかちょっと待て待てあんな水滴みたいなやつが攻撃してダメージ受けるとおかしいやろ固体か液体か分からんやつにダメージ食らうなんて、こいつは勇者失格やただの弱者や そんな奴は、旅に出てはいかん、親が悲しむやろ俺が魔王を倒しに行ったる、剣よこせと言っていましたと。<laughs> <laughs> そこまで理解ない人じゃないですよ、ちゃん。むしろエンターテインメントにあり、深く理解を示すタイプの人です。<laughs> えー、ラジオネーム、上田の次男坊。ジェノサイダースが、最近 CM に出、出倒している加藤聖志郎を見て、どうせ子役なんてな、 大人になって声変わりしたら可愛なくなって終わりや。前だ前だ見てみ。お兄ちゃんの方だいぶ顔の骨格しっかりしてきてるやないか。掛 <laughs> け服もそうや。結局みんな着えんねん。えなりくんぐらいや。早いうちやめた方が身のためや。介護はどうや。やりがいのある仕事やで。今は給料安いけどな。長妻大臣が月3万上げてくれる言うてはるわ。なあ、赤ジャケット。一回考えてみてくれるか。<laughs> うん。まあ、介護とかね。そういうのは非常に考えてる人だと思いますんで。お前な加藤、子供店長がほんま、まあ前だ前だ、前田前田ともかくリアルキッズみたいになったらどうしようかな。芸能界腐ってるとしか言いようないです。大事に育てててほしいですね、周りの方は。ね。夜遊びは19歳まで絶対させないでくださいね。えー、ラジオネーム、バッギーナ。<laughs> ガンダムに乗り込んだアムロが。 こいつ、動くぞ。と言ったところに、ジェノサイダスが現れて、少年ちょっと降りてこい人のものを勝手に乗り回すのは泥棒や泥棒はいかんと言って、アムロをガンダムから引きずり下ろそうとしてました。が、突然、ジオンのモビルスーツが襲いかかってきたので、殺せ殺してしまえスペースノイドに容赦はいらん殺してしまえと急にアムロを応援してました。その頃、テムレイは宇宙に飛ばされてました。 スペースノイドに容赦はいらんですか <laughs> まあ、考えさせる作品ですね。本当にガンダムというのは。味方変われば敵も変わると。そういう話です。えー、ラジオネーム、クリスタルマン。ジェノサイダスがアンパンマンのピンチに、アンパンマン新しい狂気やこれで奴ら殺せと、火炎放射器を渡してました。 殺さないですよ <laughs> ワンピース以上に死なないのがアンパンマンです <laughs> まあ火炎放射器がね、まあ、パンということを考えればまあ先に焼きは1回入れられてますからアンパンマンに関してバイキマンは確かに滅菌されるでしょうけどねさあというわけで、ね、ジェノサイダスちゃんの暴走が止まりません是非ネット社会に怒ってくださいジェノサイダスちゃん さあというわけで聞いてもらったように本放送でいろんなコーナーを用意しているてめえおこですがはっきりと分かってないやつが多すぎるということでここでは本編で使えなかったボツネタを徹底的に断罪することにします今回断罪するコーナーはこちらこんちはジェノサイダスということでねえーまさにジェノサイダスをジェノサイダスとしか捉えてないやつらが多いんじゃないかということでボツが多すぎます 行きましょう。えー、こちら、ラジオネーム、軍手のイボ、ダブルゼータ。ジェノサイダスが不況について語ってました。今、日本は、100年に一度の大不況です。皆さんこれが何を意味するかわかりますかそうです人間を、十分の九、抹殺しろということややってまえ、日本人間がおるから、不況になるんやと、鉄火面を被って言ってました。 <laughs> でこういう人じゃないんですねジェノサイダスは続きましてラジオネームバンバンビグロデスノートを見たジェノサイダスがこんなことを言っていましたこのノート欲しいなもしデスノートがジェノサイダスの手に渡ると日本人の大半は消えると思いますまあ確かにちょっと、ね、ジェノサイダスっていうのはもともと悪を裁く人正義なんですよ だからこそ、新世界の神を名乗る可能性ゼロではないですからね。えー、続きまして、ラジネーム、あなたの肉野菜。<laughs> ジェノサイダスが、おい、俳優ども、女優とばかりキスしやがって、殺してやると言ってました。いるか。こういう無意味な殺しを一番嫌う男がジェノサイダスなんですよ。皆さん。ね 目には目を、歯には歯を、罪には罰をという人なんです。<laughs> 何の罪でもないでしょ。俳優が、女優とキスするのは。<laughs> 続きまして、ラジオネーム、軍手のイボ、ダブルゼータ。ジェットストリームアタックをかけられたジェノサイダスが、ジェットストリームアタックなんやそれ。トリプラーのパクリやないかい。自分ら、聖戦士ダンバイ見たことないんか。<laughs> 堂々とパクってあの人らに悪いと思わんのか b m ベルで胸を刺されてまえと言いながら撃墜されてましたこれはジェノサイダスちゃんはきっとダンバさっき見たんですね時系列的には後なんですけどもまあね もしジェノサイダスちゃんがダンバイン見てたとしたら一番怒るとこは主人公がバイク第一話でぶっ飛ばすとこでしょうね。そんなことするからあんなことなんのやってその辺は怒ると思います。えー、ラジオネーム、あなたの肉野菜。<music> ジェノサイダスはしりとりでうが来ると必ず殺せと言います。<laughs> もう実際には言うてない可能性高いですからね。 ラジオネーム、人様、ま。ジェノサイダスが借金取りに、知らん、知らん、知らーん、知らん一辺倒で押し切ってました。<laughs> 借金するような人じゃないです。堅実なね、生き方ですん、ね、で。えー、ラジオネーム、メアニにパンチ。ペットについてのメールを読んでいたジェノサイダスさんが、犬や猫が飼いたいなら保健所へ行け。保健所には、 行き場のない奴らがたくさんおる。ペットショップみたいに、犬や猫を高い値段で売る奴も売る奴や,やし、それを買う奴も買う奴や,や。保健所で殺されるかわいそうな奴らの代わりに、お前らが殺されてしまえ。勝手にうちにあげられたにもかかわらず、喜んで同居してるのび太くん見習わんかい。と昨今のペットブームを一刀両断してました。うん、確かにこういう、 ペットブームそして飼い主が飽きて捨てて保健所に任せるなんてことをジェノサイダスちゃんが知ったら何するかわからないですよ皆さんペットを飼うなら責任を持って飼うように、ねえー、これ最後ですラジオネーム「ト様、ま」ジェノサイダスがたらこスパゲッティを食べてる女子高生に「おいタラスパってなんじゃいゲティつけんかいゲティ言葉の乱れは性の乱れどれ ちとまた開けいおっちゃんが確かめたると言いながらスカートを覗き込んでいましたジェノちゃんはねエロはないです <laughs> 下ネタは絶対に言わない男だと俺らしにても、まあ、わかんないですよわかんないですけどもきっとねあのサブの、えー、森脇さんやドーヒーポンドが下ネタでただたしなめるぐらいの人やと思いますだんだんまあ個人が特定されてきてしまいますけども <laughs> <laughs> さあというわけでねジェノちゃんのこともちゃんと考えて送るようにということで、ねえー、どういうとこが正解なのか木曜深夜の「剣道小林のてめおこ」をちゃんと聞いて確認するようにというわけで「剣道小林のてめおこ」ポッドキャスト今日はここまでさようなら三角またきてめおこエンジョイ ポッドキャストで無料配信される人気ラジオ番組に CM を入れませんか情報感度の高いターゲットに効率的にメッセージが送れるポッドキャストアド詳しくはラジオ CM55 で検索